命。経営理念一つ、知的創造で社会に貢献。一つ、先進技術で時代の選手。一つ、人社一体で目標追求。これよりプロジェクトセガガガを実行に移す。プロジェクトセガガガ。そうだ。これよりセガはゲーム業界を制圧する。これがセガの誇るスーパー AI コンピュータ、テラドライブ。セガの全てを統括しているまさに心臓部ね。あなたたちを選び出したのもこのスーパーマシンよ。記憶容量は16エクサバイト、メモリは512テラバイト、333ギガヘルツで駆動する512ビット級 CPU を4096個搭載し、しかもスプライトを横方向に1677万個並べることが可能なのよ。ここはハード製造部。ここでは毎日100万台のドリームキャストが生産され、世界中に出荷されていくの。あまりの大人気で工場をフル回転させてもなかなか生産が追いつかないわ。こっちはソフト製造部。セガのゲームソフトは熟練した職人の手で一枚一枚丁寧に焼き上げられ、有害な添加物などは一切使用していないわ。ここがセガの最新部、開発室。
これが私の探し求めていたもの。ドルメヒカ、ドルメヒカ1487、質問に答えて。この星の進化レベルからすれば、とうに人間を第6段階に導いていいはずだわ。なぜそれがこんなにも遅れているの？なんですって？予想外の事故？大気圏突入の際に？破損してる。そこまでだ。二人ともそこから離れたまえ。やめろ！何するんだ！ついに尻尾を出したな、スパイ。スパイ？どういうことなんですか？説明してください！説明してやるとも。この女は最初からこれが目的だったのだよ。そのためセガに潜り込んでいたのだ。君という男まで用意してな。冗談でしょ？証拠もある。外部からのハッキングによってセガガガスタッフの決定データは操作されていたよ。ただの高校生の君がセガの救世主に選ばれると思うかね。要は目くらましさ。君が社内を騒がせている間中、この女はたっぷり時間稼ぎができたというわけだ。さてと、たっぷり話を聞かせてもらうぞ。その額の装置のこともな。毒務部長。君の処分は追って伝える。とりあえず業務に戻りたまえ。というわけだ。邪魔者はいなくなったよ。白状してもらうぞ。ドルメヒカの秘密。これでセガは私のものだ。彼らは黄金の国に行くのだよ。嘘だ。どこにも行きはしない。腐れて骨になるだけだ。お前は探すのだ。いつの日にか完全なドルメヒカの現れる世界を。まだ状態が安定していません。あまり刺激しないようにしてください。助けられちゃったわね。僕の方さ。あいつはあのまま消えちゃった。あれから大騒ぎになったけど、結局行方知れずさ。僕の方はなんとかまた使ってもらえることになったよ。みんなにはいろいろ迷惑をかけたから、一からやり直すつもりさ。私が何者か聞かないの？私、あなたに謝らなきゃいけない。私はどうしてもここに潜り込む必要があったの。進行中だったセガガガプロジェクトに自分が選ばれるようテラドライブに侵入してデータを書き換えたわ。その時、関係ないもう一人をデータに加えたの。捜査が始まった時、混乱させるため。でも、おかげで僕はここに来れた。ただのゲームマニアだった僕に本当のゲームを作るチャンスをくれた。それに、
君に会えた。ごめん。しばらく安静にしてなきゃダメだけど、もう特に問題はないってさ。また来るよ。ありがとう。本日、千葉幕張マッセにて開催された日本ゲームショーで、業界最大手の一つドグマ社は画期的な新型ゲームマシンを発表しました。ドグマメット2と名付けられたこのマシンは、額に装着するだけでゲームを直接脳で体験できるというこれまでにないもので、会場ではテストプレイを求める人々の長い列ができました。ドグマ社では来月の発売に向け、すでに全社を挙げた量産体制に入っており、発売初日に500万台の売り上げを見越しているとのことです。先頃新たに同社の開発主任となったクール上級副社長は、これにより業界のシェア競争に大手をかけることとなるだろうと語りました。そんな、無駄だ。今やドルメヒカの全てを知ったこの私にかなうものか。全てを、それはどうかしらね。ドルメヒカを利用しようとした人たちが結局はどうなったか、あなたは知ってる？跡形もなく滅んだわ。でもそうはさせない。教えてあげるわ。完全なドルメヒカがあなたのような人間をどこに導くのか。行きましょうか、黄金の国へ。奴を完全に封印できないんだ。だから誰かがこれを届けなきゃ。分かった、行きなさい。彼女を守ってあげて。はい。敵の攻撃R720 に向かっています。向こうも気がついたよ。全社迎撃態勢に入りました。セガの全キャラクターは出撃します。わかりました、私たちも行きましょう。 R720 を援護します。了解。
ずっと昔、誰かが一つの石を人間に与えたの。それは人間をただ生まれて死ぬだけの生き物から何か別のものへと導くためのものだったと言われているわ。でもそれはほとんどの人間に正しく伝わらなかった。それがドルメヒカ、ゲームがその結果だっていうのか。そう、ゲームはドルメヒカのごく小さな現れ。遊ぶという行いはこの宇宙の本当の仕組みに人間が至るための鍵なの。もしも人間が遊ぶことの本当の意味に気づいたら、その時新しい世界が出現するわ。でももし判断を誤れば、それは恐ろしい墓場になる。これいいの、これはただのきっかけに過ぎないわ。大切なのはここから何を作り出すのか。俺、ゲーム作るよ。まだずっと先のことになるかもしれないけど、きっとすっごく面白いやつを作るよ。人が褒めてくれるような大したもんじゃないかもしれないけど、遊んでくれた人がさ、ああ面白かったって、それで元気になってくれるようなやつを作るよ。きっと作るよ。だから